どこに行くの？どこに行こうかな。ここだ。ブルネン家では湖の離れと呼んでいる。水海？泉じゃない。この光る玉自体から水が湧き出てる。湧き出た水は昔からある地下水路を通じて水源の滝として流れ落ちている。清水をあふれさせる渦巻く白と輝く青、グリント王国の古式ヒグカ。モリッツ氏が高台の調査に激怒した理由だな。これがあの森から奪われた水なんだ。これが、この玉が村の水源だったっていうのか。今までずっと使ってた水が、信じられねえ。一体どうしてこんなものがここに。島の人たちがクリント王国の子孫だから。いや、この玉が離れに据え付けられたのはもっと最近だ。それまでに村の水源は枯れていた。水が不足してた頃は水路のあちこちを塞いだため池でなんとか水不足を補ってたって聞いたことあるよ。島はすぐ下に岩盤があってろくに井戸も掘れねえしな。ずっと昔には普通に水が湧いてたらしいが。そういえばお父さんも麦ができるようになったのはほんの何代か前だとか言ってたっけ。それまで島の人は乾きに強くて地面から水を集める空間フルーツばかり育ててたんだってさ。これは数代前のブルネン家の人間がどこからか持ち帰ったそうだ。それ以上のことは聞いていない。あの森からキロたちを連続から奪ったもの。抜け抜けとこんなところに据えつけて、ブルネン家は村での牽制を得てきたんだ。こんなもののせいで。待て、あんたが、なんであんたが止めるんだ。王連族なんだろ。そうだ。しかしおそらくこれを壊せば即座に村は水を失う。今感情に任せて動くべきではない。リラさん、ありがとう。じゃあ俺はどうすればいいんだ。俺には何ができる。ボス、その玉を持ち帰った数代前の人の話、モリッツさんに聞くとか詳しく調べられない？できなくはないと思うが、そんなもの調べてどうする。うまく説明できないんだけど、何かをうっすらと感じるんだ。物事のつながりみたいなものかな。この玉をたどっていろんなものを調べていくうちに解決の糸口がつかめる気がする。
そうだな。リラの言う通り、水の問題もある。請求に動かず、着実に片付けていこう。うん、クリント王国の錬金術がやったことだし、同じ錬金術師としちゃ放ってはおけないよね。そうだな。どこに行く？アンペルさん、手が痛むの？ん？いや、久方ぶりに門を見つけたり、水源を枯らした古式ヒグのことを知ったり。錬金術師としての心が少し動いてな。それにしてもお前のあれはいい宣言だった。私の宣言？ああ、クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としちゃ放ってはおけない。私でもなかなか言えない素直な言葉だったよ。そう言わせるだけの行動力がお前にはあるんだな。アンペルさん、やっぱり手を直したい？さっきのことを抜きにしても、天井知らずに成長してゆくお前を見て悔しくは感じているよ。成長って、そうなのかな。ライザー、あまり男の愚痴に付き合うな。お前まで暗さに毒されるぞ。愚痴、せめて嘆きと言ってくれ。どっちでも一緒だ。まったくみっともない。相変わらずアンペルさんには容赦ないな。私に何かできることはないのかな。どこに行くの？ごちそうさま。それじゃ、たまには家に帰って農作業でも手伝いますか。ライザ、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ、聞くって何を？私のフルートのこと。フルート？最近はみんなの前で演奏しても
肩の力が抜けてていい感じだよね。ありがとう。でもまだお父さんには話せてないんだ。聞かせてないじゃなくて、まだフルートを吹いてることも話せてないの？うん。そこまで隠し通すのもすごいけど、そろそろ聞いてもいいかな。どうしてそこまでお父さんに隠してるの？そうだね。実はお父さんは私がフルートを吹くことに反対なんかしてなくて、私が勝手に隠してるの。え？私のお母さん、体が悪くて遠い町で療養してて、小さい頃は私もお母さんと一緒に暮らしてたんだ。フルートの基礎はその頃お母さんに教わったの。今よりずっと下手だったけど楽しく吹いてた。何年かぶりに行商から帰ってきたお父さんを加えて3人だけの演奏会をしたこともあったよ。行商人さんって年単位で家族と別れなきゃいけないんだ。うん。何年か前、私もお父さんと旅をする側になって、お母さんを置いて対象に加わったんだ。旅に出たばかりの頃は、私も隠したりせずフルートを練習してたんだけど、そのうち気がついたの。ん？私のフルートを聞くと、お父さんがとても悲しい顔になるって。どうして？3人で開いた演奏会を思い出させてしまうのかも。お母さんと離れてる寂しさをかきたててしまうのかも。そう思ったら私はお父さんの前でフルートを吹けなくなった。クラウディア。それからずっとお父さんに隠れて一人で練習するだけだったんだけど、ここで私たちに出会った？うん。ライザたちと過ごして、あの異界の夜、演奏を聴いてもらったみんなの顔を見て感じたの。私の演奏は人を慰めることができる。だからいつかお父さんにも音を届けて悲しさを晴らしてみせる。決意表明ってやつね。うん、応援するよクラウディア。そうね。おう、どこに行く？あれってレントとボース？喧嘩してるわけじゃなさそうだけど。おーい！ライザ。よう。珍しい取り合わせね。二人で何してるの？してるというか、話してるというか。レント！わかってる。そう怒鳴らなくても言わねえよ。何？もしかして内緒話だったりしたの？あんたたち二人が？俺は帰る。
ライザ、例の弾がどこから持ち込まれたか今父さんに家路を調べさせている。分かったら連絡する。あ、うん、ありがとう。拍子抜けしたような顔だな、ライザ。まあ、今までは顔を合わせるたびにだったからね。でも、こんな感じの方が絶対にいいよ。そりゃ、そうだな。ところで、やっぱり二人で何を話してたかは…言えねえ。男同士の義理ってやつだ。変なの。でもそういうのもいいかもね。どこに行くの？どこに行こうかな？よう、ライザ。あ、レント、またお父さんと喧嘩？ああ、この程度ならなんてことないって。普段は魔物とだってやり合ってんだぜ。最近は結構相手ができるようになってきたし、そのせいか親父の態度も妙な感じに変わっててよ。妙って何が？妙は妙としか言えねえが、そうだな、頭ごなしな感じが一歩引いたみたいな。怖がってるとか？あの乱暴者がまさかな。でも俺が島の外を出歩いてるとか、竜を倒したとか噂は聞いてるだろうし、なんか思うところがあんだろうよ。向こうが引いてる間にどんどん強くなってやるさ。どこに行くんだい？タオ、何熱心に読んでるの？うん、ちょっと待ってね。区切りの儀礼はああやって終わりと。うん、ここんとこ家の古書を分類してたんだけど、だんだん分かってきたことがあって。へえ、分かったって何が？どうも僕のご先祖様は何かの儀式を取り仕切る役割をしてたみたいなんだ。儀式って、無
麦狩りのお祭りみたいな？どうだろう、お祭りそのものの記述はほとんどなくて、儀式場の補修とか管理の手順ばかり載ってるんだ。ご先祖様って雑用係だったんじゃないの？まったく、ライザにはこの知的な作業の面白さがわからないんだよ。ごめんごめん。それでクリント王国の人も神様へのお祈りとか麦狩りのお祭りをやってたの？さっきも言った通り、お祭りの記述はほとんどないんだ。ただあーしろこうしろって意味の指示を出す仕草がだいたいどこにも載ってるから、これをマスターしとけば全体の理解が早いかなって。古書の解読ってのもただ読むだけじゃ済まなくて大変なんだね。